皆さんこんばんは今夜も数あるラジオ番組から、はい、FM 機能は飛行機アイランドをお選びいただき誠にありがとうございます当番組はかりうしエア提供による航空系情報エンタメ番組ですはい、えー、今夜の38便のフライトは、えー、私近藤とアシスタントの鈴とですマイクが入ってないな入ってないかも <laughs> 本人が入ってないしそれではですね、えー、今夜のフライトはあのー、紙飛行機と、あのー、題しましてその通りあのまり、あ、例えば折り紙で作る紙飛行機とかちゃんとした競技用の紙飛行機とか、はい、そういうのもあるんですけどちょっとそ,れとかそれについて、えー、いろいろちょっと話していきたいかなと思っています。 いつもとちょっと変わった感じのあのネタになるけど、うん、はい、そうですね、いつもと違いますね。うん、はい、えー、ただいまの、えー、沖縄ギノ湾の天候は晴れ、気温は二十九度との報告を受けております。えー、わずかなひと時でございますが、えー、今夜も飛行機空のお話をお楽しみください。はい、飛行機アイランドでは、ご登場のお客様から番組へのメールやツイキャスへのコメントを受け付けています。宛先はアイランドアットマーク fm ギノワンドットコム アイランドアットマーク fm キノワンドットコムです。どうぞ。いい続けて。<laughs> どうした？ね、いやいやいや。間違えたいい間違えた。いいですか？はい、飛行機アイランドは空撮をもっと身近に。カリュシエア航空ファンが集まるお店。那覇市栄町航空バーのっちフラップの提供でお送りします。はい。えー、なんだろう。というかさあのーうん、<laughs> まあ。 飛行機の番組であるんだけど、今日ちょっとね、頭の中は飛行機じゃないんだよね。何ですか、頭の中は。あのなんだろう、ちょっと海上自衛隊の、まあ、珍しいというか、沖縄ではなかなか見られない船が、ちょっと一般公開で、中城スクの方に来るんですね。で、ちょっとそれを空撮しようかなと。これは仕事仕事では趣味。趣味だけど、ちゃんと港の人とか、 自衛隊の人、許可を取に、あ、まあ許可というか、まあそれ確認ですね。うん、確認を取って、あのオッケーよって言われたので、もう張り切って撮影しようかな。一人で行くの？一人。や、ただ、そう問題は思ったんだけど、前もって行ってくれればさ、自分たちだって協力できるのに。あ、マジで。基本は一人でやるからさ。ただあれなんだよ、あのいつ来るかわかんないの。ああ、そっか。だからね、多分俺も朝から待ってる。 朝からちょっときついかないつ来るかずっとね多分あのまあ今日のところはまだ来てないからで日しの13時半から一般公開開始なんで多分それまでには来るかなと明日何時に来るっていうのか分からないんですかそれをさすがに教えてくれなかったええでいやまあ機密ということであそうなんだえじゃ貼らないといけないんだまあ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  ちょっと今ツイキャスの方のコメントであの面白いものがあったので拾って何「怠け者すずちゃん」って言ってたから何これ先週先週先週の発言を覚えて誰どういう意味いやいや先週すずちゃん休んだじゃんああそれであの「怠け者」とか「怠け者」て言いたい「今週すずちゃんサボりで」ぐらいしか言ってないサボりじゃないし もともといけなかったんですよね。い前もってね。いやそういうネタでね。はい、そうそう。あ、ネタね。ではい。うん、そういうことでございます。じゃあ、過去、笑いとつけてください。はい。えー、あえあええ今、ツイキャスの方にあのー、そうですね、ええー、いつも聞いておられるリスナーさんのほかにあの、大塚健二さんで方ええー、初見です、埼玉県新座市へから見ています。ラジオを見ていますっていうのも。 あ,れですね、あ,あの半越さんお久しぶりですね <laughs>、はい、こんばんは、はい、うんで、ね、まあちょっと話を戻すんだけど、うん、まあその、えー、護衛艦をドローンで空撮しようと思ってもそのことで頭がいっぱいでうん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 、なんかそんな感じがしたねなんだろうすごいねまた半年 1>, 1年もやってないのにこんなわかるもんなのかな <laughs> 空気がね そ分かりやすいっていうのもね。というか、あと結構ね、今ちょっと、なんだろう、もう一個、夜のほうの別のお仕事も、あっちもちょっと結構忙しくて、ネタ考えなかったっていうのがね、あそういや考えなかったというか、紙飛行機のこと、情報集めたんだけど、集めて、よっしゃ、今日あの、 もう資料も揃えたから、はいえー、じゃあ FM 議論案行こうと思ったら行けると思ったんだねそうあのー、まあラジオでその見せることはできないんだけど一応この話のネタにこうスタジオに紙飛行機も持ってこようかなと思ったらそれを忘れてきてるんで、はい、作ったやつがそう作ったやつと<ー>もう一機ちゃんとあさっての本番用に、えー、作ろうとしてたやつ、うん、あれ持ってこようと思ったのを忘れてた。 残念でも、仕方ないね一人で準備してもらってるからそれは私たちは感謝しなきゃいけないので大塚健二さんから夜のお仕事っていうので別に怪しいお仕事じゃないですよ単純に夜勤というだけですそうそうそう今の言い方はおかしかったよ見た目の割にそういうとこで働いてるんだって思う。 勘違いされるよよねどうういいところだっぱいあるよ夜のお仕事って多分だからね男性が働くのが数少ないけどあのでも仕事が変わったんですよ実際あの今までやってた仕事が昼間メインだったんですけど夜も夜勤もあるってことでそうなんですよみんなはいええ ツイキャスコメントで,、えー、そうでまず半ツさんから、あのー、試合はどうだったってありますけど試合というか紙飛行機大会のことですね。あ,<ー>あれはあさってです、うん、日曜日この間行ったのは、えー、紙飛行機教室ですねアルファミクさんからすずさんにタックルされる出て <laughs> 怖いからね今はしないですけど。<laughs> 大塚健二さんから飛行機のジャンルは何ですかということなんですけどジャンルはないですね。特に縛りはないですよね。民間機、軍用機、紙飛行機。すげえ質問来たよ。い全く関係ないです、ネットで応募して来たミキサーの翔也君も含めて。私鈴と翔也は 飛び入り参加です。しかもボランティアですよ、これ。ねあそのはあは、たぶん7月あたりから、ょっとメドがつくかなみたいな感じでございますので。まあ、いつでもいいのに、今でもずっとボランティアでいいよね。いね。ねねいや、あったら嬉しいなっていうぐらい。というわけで、夫婦ではありません。

しかもね、時計がさ、あのー、ちょっと他の方向向いてるから、あない。<laughs> そうそうそう。分かりにくいことになってる。<ん>直す。はい。えー、じゃあまあ、ちょっと話が脱線しまくったところで、はいえー、いつもの、えー、まず、今週1週間の航空ニュースのアクセスランキングいきましょうかね。はい、はいえー。それでは、えー、フライチームさんから、えー、今週1週間の航空ニュースアクセスランキング、まず1位が、 えー、航空自衛隊の、えー、401飛行隊のロードマスター、えー、1万飛行時間で水まみれにということで、えーまあ、これちょっと詳細まで水まみれ、うん、パイロットさんとかは何万時間飛行とかあとラストフライトとかで最後にラストフライトから降りてきて、はい、あのみんなにこう水かけられるみたいなあのイベントとかあるみたいな,、はい、なんそれの飛行基盤なのかな。これはへ<ー>、うん えーっと1万飛行時間ですごいなすごいね K でしょしこれ、うん、この人があこれがこ,この飛行機ってことだと思うあ飛行機が、うん、あ違う違うあごめんなさい、えー、間違えましたはいあのー、パイロットさんですね第40飛行隊の小西空想長が C130 で1万飛行時間を達成したすごいな 1>,、ね、1万すごい 1> うん。基準がある いや、わからない、1万円飛行時間っていうのが、あの今、パッとね、それ、どれだけのものなのか思いつかないから、うん、ちなみに自分は、えー、ドローン、この、まあ、半年も経ってないか、うん、20時間ぐらい、フライト時間経ったの。えー、すごいさ、えー、<laughs> 全然比較にならない。違う。ねえ。えー、っと。<laughs> そうですね、えー、FI さんから、えー、確かレッドフラッグアラスカで達成したんですね,ね日米合同で水かけ、レッドフラッグアラスカっていうのは、演習あの、自衛隊とあの米軍の,その合同演習があって、はい、多分それであの、この1万飛行時間達成したみたいですね、はい、でそれで合同で水かけって、なんかあその場所場所で違うんだ。うんうん 達成する場所ってあいやそういうわけでもないけど単にあのその一万飛行時間を達成したのがその演習の中だったってことだとうあそうなんででもなんか,か楽しそうですね水かけられたら結構何かあの派手というかいろいろと例えばなんかほらあのー、あれじゃない野球のビールかけみたいなも、まあ、あれうんあれがもっとなんかド派手にだから水の中に本当に水が入ってるかどうかも からない感じの話もなん、うん、自衛隊のことなのかどうか分からないけど、なんかそんなものも、うん、でも、うんあの、ノリでそういうのやってもおかしくないかなとうんあ。でもすごい、うん、大塚健治さんから 1>、はい。1万時間、時間約416日。416日、1> 1すごいね。っねうん、つっても、まあそれはね1日あのずっと24時間乗りっぱなしじゃないから、本当何年かかるんだっていう話だよね。 分からんけどファミさんから自衛隊は1回の飛行時間が短いですからね、えー、民航の長距離フライトは1往復で20時間以上稼げるから、だってあの日本からあのヨーロッパとかアメリカとかね。十何時間かかる、うん、往復で20時間は稼げるからね、うんあえー、ミッチさんからパイロットでも業務で飛べる時間って制限があったようになってへ、そうなんだで1人何時間って決まってるんだね。うねうんうん、みたいいですねはじゃあ ニュースえー、次が2位が、えー、KLM、Facebook で人気のオレンジ塗装機を実現、イベントに合わせて。ということで、えー、あと4位に KLM のオレンジ特別塗装機、6月22日成田平井いので、えー、KLM というあの、ま、オランダの航空会社があるんですけど、それが、はいあのー、2015年のオランダ国王の日に合わせ、Facebook で同社の、えー、ブルーと合わせ、機体前方をオレンジに塗ったイメージを紹介しましたが、これを実現しましたと。 いう感じで、すねでその実現した特オレンジ色の特別塗装機を、えー、あ特別塗装機が、あのー、成田空港に、えー、6月21日に飛来したっていうことみたいですね。うん、ていうか、オランダのナショナルカラーってオレ,オレンジだったんだみたいな。ね、すごいね。今知った,知ったえ。オレンジなのなんかオランダイコールチューリップだからそれっぽいような気がするなオレンジかな、うん そのオレンジにもよりますよね。どんな感じですかね。ね。どんな感じ。どんな。ああ。ああ、ティッシュの箱。あ、大塚健さん、皆さん、詳しい、あの、全然詳しくないです。あの、普通の、あの、単なる、そこら辺にいる飛行機好きなので。いやいや、今喋った方は詳しいです。そうです。はい。めっちゃ詳しい。すずと、翔也うや君は。全くです。いや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 。 いやまあそれあの逆に番組が進められていくっていうのがいろいろ聞いてもらえるということいミッチさんからネット上では魚肉ソーセージみたいだていうあでもね多分飛行機のある近いんじあないるあるあるある言ってたこのオレンジティッシュのオレンジしたバージョンってことであよねるあ見えないか確かあるあるあるあねある 丸い機体をこの魚肉ソーーセジオレンジ色塗ったら確かに魚肉ソーセージ見えなくもないかも肌に近い色ってことじゃああいやそこまでじゃないからうんどんな色だろうまあでもさすがにやっぱ丸い機体をさ塗ったらソーセージっぽく見えるんじゃないまあ飛行機丸いよね丸いからそうだねすごい例えだね すごいですね。ね<え> Fy さんからサッカーの代表のユニフォームオレンジですねってことですね。ああ、そうね。スポーツとか全く全くじゃないけどあんまり見ないからね。うん。Hanetsu、えー、さんから、うん、はい。翔約翔たいって。あ <laughs> れか顔向いてないの？いや、こっちが。あれこれ二つ？こっち向いてるの？こっちは向いてないってことですね。うん、ああ、そうなんだ。はい。えー、向けようか？<laughs> 後で移りましょうねアルファウィングさんから KLM コークのオレンジカラー特別機にはびっくりしました創業当初から青系の色を貫いてきたのにって確かにね KLM オランダコークっていうのがあるんだけど青系 ANA のようなちょっと濃い青じゃなくてもうちょっと薄い感じの青濃くはないんだん濃くはない青っていうか水色水色ああはいだね まあ、それがなんかオレンジだからね。うん。まあ、あの、ANA さんがあの赤くなるような感じかな、みたいな。<laughs> 今、ちょっと問題発言かな、ね。<laughs> <laughs> はい、えー。じゃあ、3位、えー。羽田国際線ターミナル、7月に外貨を電子マネーに交換できる端末設置へ。ははははは。うん、次行こう。はい、えー。5位。松島基地、えー、松島基地復興感謝イベントを開催へ。ブルー、えー、F2 が展示飛行。 6位、ANA6 月20日の ANA1899 便の緊急着陸で陳謝、右側エンジン不具合でとで。7位、里帰り冷戦解体し、アメリカで整備。次回は日本人のパイロットで,で。8位、鹿児島国際航空、グランドニュー発注。2016年秋に運航開始予定。このグランドニューというのはあのヘリコプターですね。レオナルド・フィン・メカニカ。 というなんか舌をかみそうなあのメーカーから2016年6月1日鹿児,島国際航空あ鹿児島国際航空がそこからあの総発ヘリコプターを購入したみたいですね9位、えー、運輸安全委員会大韓航空機の羽田での重大イ,インシデントで関連情報を提供そう、あのー、先月です、ね、あの羽田空港で大韓航空の、あのー、飛行機が離陸所する途中にうん、うん こうエンジンから火吹いてっていうのがあったけど、あれでいろいろ今調べてて、エンジン、もしかしたらこれ重大な欠陥があるんじゃないかみたいな感じで、メーカーが他の同じエンジン使ってるところにちょっと調べてみてねみたいな感じの情報を提供したらしいですね。うん。まあね。はい。まあ、調べてからのまだ あのー、まだ分かってはないの原因はまだ分かってないけど、ちょっとあのそういうのがあるから、あのメーカーが、うん、これちょっとエンジン調べてみてねみたいな感じらしいですね。うん、ごめん、注位が印刷されてないから、注、はいうん、<laughs> 位なし。<laughs> はい、えー、ツイキャス、いろいろ来てますね、えー。ファミコンさんから、某コミューターのパイロットさんは飛行時間じゃなくて離着陸回数で評価しようと怒ってました。ああまーそれは言えるかも、ね、だってうん、うん 多分、あのー、大型の,その旅客機とかだったら、はい、例えば、えー、その国際線とか一回上がっちゃえばほぼオートトパイロッ機械が自動で動いてくれますからね、うん、それって確かにあの、えー、何回もこう離着陸を繰り返してる国内で飛行時間は短いけど 1>,、うんあのー、1日何回も離着陸を繰り返してるようなパイロットの方がやっぱり腕も上がるのかなみたいな。うん いいう気がしななくもえー、っと今あのお初のリスナーさんからお初というか、うんえー、チャイナエアラインが本日ストライキを行ったみたいですみたいな感じの,あの情報提供がありましたね、えー、チャイナエアラインさんが、えー、そんなことになってたんだみたいな、えー、なんでストライキなんだろうなんで理由がいやまあ単純にあの、えー、待遇改善とかあのーあ<ー> 会社自体の給料安いぞこの野郎とか。よくあることだよね。というか、よくあることなのよくあることなのというか、海外じゃよくないあまあ、日本ではあんまりないかもしれない。確かに、海外はね、中国とか、特にじゃない運送系の会社とかがストライキやったら、大貧食かもね。んエアラインもやるだ チャイナエライン新たに2便の欠航を決定てスト代表と協議を開始ということですねうん、えー、まあねあの結構空のお仕事でも大変だろうからうまあ待遇とかもしきついんであれば空軍1号さんからありますね、えー、キャビンアテンダントの待遇改善、えー、でしたということでああそうなんだ、うん、まあでも女性が多かったですも、まあ、先ほどちょっと写真見せてもらったんですけど、うん、ほとんど綺麗な女性が多かったですね,ですね CA さん 先ほどのランキング以外であのちょっと個人的に、えー、今週気になったニュースというのがありまして、えー、何だったかなああの宮崎空港で、えー、落雷で滑走路があの損傷みたいなっていうのがありました。 竜巻があちこち起きてるみたいですね。あマジで？ああ宮崎？あ、うん、あのうん宮崎は一箇所なんですけど、うん、中国とか、おあか中国はね、うん、結構大きいなんか竜巻が来て、うんうん、えー、と二十一日午前六時四十五分頃、えー、宮崎空港の滑走路に五箇所の穴が開いてるのは点検中の空港職員が発見したと。 しえー、修,修復作業後の午後、えー、8時20分ごろに運行再開したが、欠航などダイヤが乱れたで、落雷が原因と見ているて、雷で滑走路に穴が開くんじゃじゃあ、地盤が緩いんじゃないのいや,い,やいや、地,いや地盤というわけではなく雷がそれだけ強力なんじゃないのえでも、聞いたことない、今まで、でも雷で、あの落雷であの穴が開いたとかっていうのは、なんか聞いたことなくはないような気もするから、あそうなんだ、うん、たまたま、なんかテレビとかでやってないだけかも、見てないとか,かな。 うん、で5箇所ってすごいですね。まあね,ね<え>どれだけだよかってかあの普通雷ってさこうあの高いものとかに落ちるやん,うん、うん、なんでそのだだっぴる滑走路に落ちるんだろうってそ,そうなんだよ、うん、な何もないじゃん何か伝って落ちるのがほとんどだと思うんですけど、うんうん、そう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 。うん まあ一応被害はなかったってことですかね。うん、あの他に被害はまあそうか、仮想路があのボコボコになったってだけで、でも良かったですね。まだ FY さんからもびっくりですねってありますね。本当にめったに起こらないことじゃないですか。まあね、五箇所ってすごいよ。誰かが夜中に穴開けたんじゃないっていうぐらいすごくない。雷やるね。やるね。本当に。 えー、あさっきの,あの中チャイナエラインの、えー、ストライキに関して、空軍1号さん、その代わり、蔡、えー、英文というかな、今は新しい総統だっけ、台湾の。新しい女性の人だ。うんストライキ中の中華航空で初外遊って、うえー、そうなんだ。<laughs> えー、もう一つあの、まあ、ニュースというか、はい、あの中国の飛行機の,あの飛行機移動について。 なんかまるで悪夢、定時到着率は世界最低クラスっていうなんかニュースが、ニュースというか記事ですね、が出てて、まあ、中国国内であの移動するときは、結構、飛行機で移動,あの移動しても、しょっちゅう遅れるみたいな感じらしいですね、時刻表通りに飛ばないって、うん、この辺あの半月さんにちょっといろいろ聞いてみたい気がするけど。中国、うん、アジアは中国だけですか、これは。 なんか中国、まあ、今あ、ほら、えー、どん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 ん急成長してて、多分それに追いついてないというのが、まず一つあるみたい、空港施設とかの拡充が追いついてないっていうのと、うんうん、あと、えー、民間の航空機が飛行できる場所が狭すぎるらしい、うん、多分日本だったら、まあ結構、あのまあ、自由に飛べるわけじゃないけど、ある程度。 うんね、ある程度動け,、うん、動ける範囲の大きさがありますよ、ね、だけど中国だったら多分それが、ね、あの民間の飛行機が飛んでいい場所というのがかなり制限されているみたいでそれで要は渋滞,を、うん、渋滞というか、あのー、遅延がすごく起こっているんじゃないかなみたいな、うん、だから中国国内で時間通り移動したいんだったらまだあの高速鉄道でも高速鉄道の方がいいみたいなことが書いてありますね、うん、大都市間の移動ではまあではもいつかね。ちゃんと <laughs> 整備しなないいいとけですよね飛行機大事ですもんね結構そうそうそうちなみにこの飛行機というか中国の高速鉄道怖いんだよねあの半越さんも言ってたけどそうなの信用ならないどういう意味で危ないあそういう意味ほらあの脱線事故起こして埋めたいやん乗ってる人ごとあそうなんだそんなことがあったよ えあの電車みたいなもん新幹線新幹線か高速速いやつね基本的に私は電車とかそういう新幹線自体があまり好きくないのでそうななんだ怖くいいですかや全然飛行機も怖いけど中国の新幹線は怖そうだけど本当そのまま埋められそうだから事故起こしたらなんかわかんないうん えー、ツイキャスから、えー、大塚健二さんから、うんえー「雷はどこでも落ちます」「破壊力すごいです」えーえー「日本を基準にするとどこの国もダイヤ不満を感じるかもしれませんね」で飛行機に限られないです」うん、確かにね日本,日本を、ね、基準にするとねファミコンさんから「毛沢投手席が出発せよ」と言った時、えー、離陸し 到着せよと言ったときに着陸すればきっとうまくいく。あまあ、これもちょっと皮肉ですね、まあ、いろいろと。<laughs> えー、FI さんからあの高速鉄道のことに関して、一度大きな事故がありましたからねということで。で、ミッチーさん、中国の新幹線、追突事故を起こしたんですよって。両方とも走ってるときに。正面衝突なんわかるけど、追突普通、だから、よくほら、列車事故とかでさ、すれ違うよね。正面衝突とかあるけど、なんか、追突事故。 ありえる、うん、だからこの路線を変えなくてそのまま同じ路線になかぶっちゃったってことだよねそ,うそ,うそ,うそれで追突って<ー>止めろよっても何かねとか追突後ろから引く方も,も、ね、難しいんですが <laughs> まあいいやとりあえずちょっと一旦たん CM の方行きましょうかねはい。 はい、えー、先ほどお,お届けした曲は、えー、海上自衛隊東京音楽隊、えー、演奏による「えー、イーディス輝ける盾でした、はい、飛行機と全く関係ない曲ですいませんお聞きの番組はギノワンのスタジオから生放送でお届けしている「飛行機アイランド」です番組ではお客様からのメッセージを受け付けています宛先は「アイランド」「アットマーク」「FM ギノワン」dot com です 電波で聞いてる方はわからないかもしれないですけど今あのツイキャスので流してるそるカメラあの位置を変えましてそれがなんか皆さん大変好評なようでちょっと次からこれでいこうかなという感じでってますね大塚健司さんから今さら質問そもそも飛行機に興味を持ったきっかけは何ですかって聞いてますけど興味を持ったきっかけとかもともと飛行機とか、まあ、大体男だったら。 乗り物系とか大体興味そうですねうん何歳からからの覚醒したのは覚醒したのはこの34年ぐらいああ34年ぐらい前かなうん自分の出身地に新しく空港ができてでちょうどその時映像にも興味が出だしてで飛行機の動画いろいろ取り出してからかなハマったのは っていう感じですかね。でそれであの FM ギノワン開局に合わせてあなんかついでにラジオでやってみたいなみたいな感じで、えー、今やっとります。うんすごいですね。いい好きなこと。とん, <laughs> とんでもないです。はい。えと意外に真面目。いや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 。あえみ、ー、ちさん、あのマウント斜めというかあの横、えー 水平にする時間がなかったですすいませんん。今日は斜めってますでも次から水平に水平にいきましょうねはいなかなかねただこのアングル結構好評なんでうんでもちょっと斜めってると気持ち悪いですねまあねまあでもメインパーソナリティの性格は斜めだからねまあいいか誰のメインメインのメインメインだったか はい、えー、じゃあ、きょ、えー、<laughs> <laughs> あのめ今夜のめメインテーマの,あの紙飛行機、なんでかあの紙飛行機をネタにやるかって、えー、とあさって、えー、ですね、あのはい、全日本紙飛行機大会というのが、があのまあ、紙飛行機の競技大会ですね、うん、あのどれだけ飛ばせるかで、それの,あの沖縄予選、まあはい、今まで沖縄予選なかったんですよ。 でそれが初めて沖縄であのさって開かれるとはい、どこでやるんですかでえー、沖縄市子どもの国ですねはい、うん、はい。で、えー、まあちょっとそあの僕、それに参加するので、うん。まあちょっとそれに絡めてあの紙飛行機うんについてちょっといろいろ話話そうかなと、うんうん、で、えー、今週というか、先週の日曜日ですね、うん。に、あの、まあのまその前段階として紙飛行機教室のがあったんです。 うんうん、で、それに参加してきて、えーまあ、ちょっと実際、簡単に飛ばす練習もしてきたんだけど、うん、意外とね、難しい、難しいというか、奥が深い、紙、えー、飛行機。あれですか、距離的にはどれぐらい飛んだらいいとかありますか、基準があるじゃないですか、多分毎年やってると思うので。えっ、ー、とねあの、競技の内容としては、対空時間。 対空時間どれだけ浮いてれるか<ー>、うん、じゃあちょっとぐる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 しててもいいってことです、ね、そうそうそう,そうむしろぐる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 旋回して降りてこない方が一番いいっていう,う、うん、でもねそれがなかなかね結構難しいんだよんで、えー、やっぱりちゃんとねあのー、なんだろうなえー、ちょっとバルサ材のバルサ材というまあちょっと枯れ木があるじゃ、うん枯れ木枯れ木の本体に収穫、うんえーまあ主翼 水平尾翼垂直尾翼を全部,、うん、全部あの取り付けてであのー、でゴムとかのカタパルトでポンって飛ばしてっていう感じなんだけど、うん、はいえー、なんだろうなうんちゃんとあの飛行機が、うん、あのーうん ごめんちょっと説明が、えーね、普通の,<ん>あの紙飛行機折るじゃないですか<ん>私たちが子どもの頃から習ってるみんながね、うん、あの折り方に、うん、この木を軽い木をどっかに挟んだりとかするの折り紙とか折るんじゃなくてちゃんとねあのー、まあ主翼とかまあ羽羽とかのパーツがちゃんとあのーうん、最初からもう紙で切ってやるわ分かった、うん、あのー、あれだね 普通の飛行機の形のかたどったやつを組み立てるみたいなこれ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 ,これああ<ー>こんな感じこんな感じっていってもちょっとあのラジオでどう言葉で伝えたらいいかっていうのがあの分からないんだけどプラモデルプラモデルでもちろんまではいかないけどねま、うん、それが紙な感じじゃない、うん、そうでやっぱりちゃんとその揚力とかああの、うん、ええー、まあ、上昇加工、はいえー、メインの翼で をあのいじってまず揚力調整後ろにあるそのこの水平尾翼の方ですねでこれで、えー、後ろの羽で,、まあ、であの上に向かって飛ぶかあの下に落ちるかあの降りるかみたいな感じの調整うん、うん、であとはその水平尾翼これで要は左右どっちか行かないようにあのちゃんとまっすぐ飛ぶように調整みたいな、うん、そういうのをあの細かくやってあとはうまく まあ一番いいのはあの風上に向けてなんだけどでもそれを最初に飛ばす前にセッティングするってことでしょ向きを調整微調整させて飛ばすんだよね、うん、そう本当にだから、うん、あの羽をほんと細かくちょっとあのいじって調整して、うんえー、長く飛ぶようにやるみたいなリモコンがないから大変なんだよ。そうそうそういや多分だから意外とねあの奥が深くてね面白いかなっていうのが。うんうんうん でえーまあ、この紙飛行機の,その世界的なその有名人、権威という名の,の二宮泰明さんというのがいて、私、テレビで見たかも。あ見た、今回の紙の飛行機大会もこの二宮杯というあの、うん、名前がついてる名目なんですか、そうそうあまあ、この人の,<ー>あの名前の,その、まあ、大会、来るのこのこ人いやあの、まあ、県予選には、えー、各地方の予選には来ないけど、多分本大会には来られる。うん 日本の紙飛行機の設計者、えー、日本紙飛行機協会会長、日本インダストリアルデザイナー協会会員で、えー、工学博士、でちゃんと、あのーえー、パイロットライセンスを持ってる方、うんうん、単純に紙飛行機だけじゃなくて自家用車のライセンスを持ってる人ですね。日本だけで、ね、世界的な威みたいな感じですね。うんで今日、あのー、なんだろう ま、過去 NHK でやってた紙コーケ飛ばし方みたいなこの人が出てたやつ出、はい、てたんだけど本当ねすごく細かいであっ、えー、フ,ファミコンさんから二宮<し>中八の二宮かとじゃないみたいなんですよそうここでちょっと二宮、うん、中八さんっていうのをちょっと紹介してみたいんだけど、はい、えっとね明治時代に二宮中八さんっていう航空研究者がいたんですね この,先でこの二宮泰明さんとは全く関係ないけどたまたま名前があの同じ二宮なんだけど明治時代なんか陸軍に入って、えーまあ、陸軍に入ってる時に飛行機を考案、うん、飛行機と言っても漢字の,あの木のところが器ってうちなんだけど、はい、で、えー、1889年だから明治何年だちょっとごめん <laughs> 計算ができないけど。うんえー で陸軍に入って飛行機を考案でその翌年1890年にゴム動力による模型飛行機を製作。ゴム、うん、であるんだけどえっ、ー、とねこれあのほか、まあ、にもさあのいろいろその飛行機のこととか研究したりとかいろいろ申請軍に陸軍にこういうのがあるんだけどっていろいろし 提案とかしたんだけど全く理解されずに結局飛行機の開発とかうまくいかなかったんだけどそのやってた時期が実はライト兄弟より早いんですよ。へえじゃあ飛行機に関わることって日本人が先なの先ってわけでもないわけでもないただ提案をして自分で二宮さんとう人が自分で作って提案をしてるけど結局 これはちょっと却下されてる状態うまくいかなかったというのがねそうなんだだからもしかしたら例えば軍が理解を示してそうですねお金とか出してくれて研究バックアップしてくれたらもしかしたらライト兄弟りも早く飛ばしてたかもしれない友人飛行機という人が実は日本にいたっていうのね知らなかった奥さんと一緒になんか飛んだとこ見たみたいな感じだったとでんか 博物館みたいなの、この人だったと思うんですけど、この方の博物館があるんですかあ,、うんうん、あ,あるかも、経営してる方がいて、博物館というかね、なんかこの、うん、資料館っていうんですか、なんかね、あのー、博物館は、まあ、これちょっとすみません、ウィキペディア情報なんだけどね、うんあのー、はないけど、えー、なんだろう、晩年、航空神社というもの、要は航空機事故とかで亡くなられた方とかを。うん する、まあ、ような感じの航空神社というのも作られてますね、うんうん、この方。だから、あのえーまあ、日本の,あの、まあ、航空機の父みたいなあの評価があされてるみたいですね。まあ、実際あの、まあ、どういう成果があったかというのはあのあんまりその成果があるわけじゃないんだけど、まあ、そういう研究をしてたということで、ね、なかなか結構面白いよね。 ライト兄弟と同じ時期だよ。ていうかもう一人そういうすごい人物がいたっていうのが初めて知りました。ライト兄弟はね有名じゃないですか。でもねライト兄弟もさアメリカ本国でも実際飛ばした時に全然話題になってなかったみたいそうなんだそういうメディアが発達しなかったとかっていうのもあるだろうけど世の中の関心もだからそこまでいってなかったていうのはね。 まあただそのやっぱ世界中でまあいろんな人がその空を飛ぼうとかっていろいろそれれ研究して,てやっぱりそういてういろんな人の研究のもとにこの二宮さんもライト兄弟とかもやっぱり自分たちの研究してたわけでっていうのでまあ別にあのこの人があのこれとかっていうかまあそういう人もいたよっていうのねちなみそうあのまあなんでこの話になったかというとまあこのゴム動力による模型飛行機を製作したということで。 っていうのでただ模型飛行機自体はあの他の国の方にも、えー、あのもともとあったみたいなんですけどだから、この二宮さんが世界初ってわけなくて、まあ、日本では初めてみたいな感じですね。で、えー、今、ツイキャスの方でいろいろと来てますけどど,どっから見たらいいかい。ちょっと待ってよ一回ちょっとツイキャスの方のコメントを紹介しましょうね。うんはい はいえー、世田谷のコーラゼロさん、紙 <laughs>、えー、飛行機うまく飛ばせたことないですねって、そうでもこれもやっぱり飛行機の,その揚力とか、そういう飛ぶ仕組みとかをもと、あのー、に作ってみると、うまくいくんじゃないかなみたいなのが、ブルガリさんから風の空気抵抗によって失速する可能性はあるかも、そう、紙飛行機の場合、これがねあくまでその風上に向かって飛ばせばいいわけでもなくて、逆に風に吹かれてあの飛んでいくということもあったり。はい ハミ飛行機をするべしで、えー、大塚健二さん、竹ひごで,で枠作って和紙張ってゴム動力の飛行機飛ばしてたなんってこれあれだよね、駄菓子屋さんによくあったよね。<ー><の>売ってるよ。うん、発泡スロールのやつが。うんうん。かか私持ってるも最近買った、うん、駄菓子屋で模型を。ブルガリさん、そういや BMW ももともと航空機作っていた気がそう。結構ね あのまあ、で大塚健二さんがスバルもそうかと思います、えー、そうなんだあの、まあ、今、世界で航空機作ってるメーカーなんてあんましないけど昔は作ってたとかっていうメーカーとか結構あったりするみたいですねちょっとじゃあ CM の方いきましょうかね。はい <私>だ <laughs> お聞きの番組は FM のスタジオから生放送でお届けしている「飛行機アイランド」ですはい、えー、ツイカスで、えー、CM 中にいろいろとコメントがあの入ってますけど。 そうですね、あの大塚健さんから「MRJ のジェットエンジンは、えー、ロールスロイス製ですね」そうあのロールスロイスって言ったらさ、うん、あのみんなあの高級車リブジンとかくうん、うん、イメージがあるけど多分ひあの飛行機オタクだったらあのエンジンみたいな飛行機のエンジンーロールスロイスね、えー、すごいねいろんな会社が作ってるんですね関係ないねうんというか、えー、女性の気配り和みますって誰だ女性って誰だ誰だ <laughs> いるのか誰だ <laughs> 誰だ、<laughs> 女性って。私か、はい、あっただ。あっ、これちょっと今、違うものを表示した。<laughs> えーっと、ねえー、日曜日の紙、まあ、飛行機大会、まあ、ちょっとこちらの方あのご案内しますけど、別にこれ、紙飛行機教室とかあの参加してなくても、全然その当日、本番、 飛び入り参加でも全く問題ないので場所が沖縄市の子どもの国ですねで参加費が確か700円か800円ぐらいだったかなちょっと今自分のスマホが通信制限引っかかっててちょっと情報が出せないので1000円でお釣りが返ってくるよあはい1000円でお釣りが返ってきますはい200円も得します参加費と紙飛行機代が確か含まれてたかなそれでできますので 参加費790円紙飛行機代と、えー、競技保険料790円、うん、210円あ,であと790円と子供の国への入場料500円かかりますので。あ お釣りないじゃん。千円で。千二百九十円。出すユウジロさん。いや出すよ。残り来たら。はい。ユウジロさん見つけたら出してくれるそうですよ。いやいやいや。あ違うよ。自分のしか出さないだって今私そういうつもりで行ったんだよ。ああのスズちゃんと翔也くんはいいけど。いやいやいや。受ける。はい。まあそういうわけであの。 まあ、例えば、えー、お子さんとか、あのー、連れてって、えー、沖縄子どもの国、えー、水と,みど水と、えー、緑の広場、こちらであの9時から12時の間ですね、うん、受付、あ、でも、あのー、受付9時から ?9 時半からだったかな、開始、うん、9時半、うん、ぐらいからですね、朝の9時半からお昼の12時まで時ですので、ぜひ、あのー、お時間の方は日曜日行ってみてください。うん、で、うん、あのー 日曜日、まず、あの午前中は紙飛行機大会、午後は、あの、そのまま中城湾行って。あの、イージス艦妙高の一般公開見学みたいな感じで、日曜日楽しまれたら、どうでしょう。というので。ね、あの、子供の国行って、裕次郎さん見つけたら、何かもらえるかも。いや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 。あ、えっと、そうだ。そうだ。いいんじゃない。裕次郎さんを探せ。今まで、あの。大正解。 <laughs> いやあのちょうどその日にさ、この間ゲストに出てあのいただいた空タブたぬきさん、空、はい、タブたぬきさんが、確か、えー、どこだったかな、25、26も空タブたぬきを探せみたいな感じで、イベントやるんだよ、確かえー、26日だったか。うん、そうななんんんだやっらいいいいじじゃゃでで普通に会場るるから分かるでしょ いまああのいやおっからんさ見てこれ見てない人がいるかもしれなまあ見つけたら今までゲストに出てくれたそのあこの間ゲストに出てくれたあの ANAANA 沖縄空港株式会社さんからもらったいろんなグッズ。あそうそうじゃ持って行って持って行って持っ誰も声かけなかったでしょ。いや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 ぜひぜひねかけてください。はいえでちょっとすみませんあの。 こう話の流れからこう、うん、それて、えー、しまったけど、うん、いやあのー、入りづらかったんだけどツイ、うんえー、追加するコメントで「飛びあさと」っていうのが、えー、ファミコンさんが先日福岡のテレビ番組で飛びあさとの紹介がありましたって何だろうこれ何知ってるうちのあ<ビ>さすがうちの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 ちのうちのうのコーラゼロさんが「飛びあさとは市民劇ありますね」で飛び琉球超人劇わかんない何だろうれあれじゃない 分、うんないけどこか何か南城市たりとかの舞台があってあや,あやふやうこういう時あうちなんちゅうのお二人が助けてくれないと <laughs> いやいやいや劇に詳しくねえしその沖縄県民が飛びたいっていあれで,あでそれでやってう <laughs> 応は飛んだみたいな。 へえどういう意味、劇の中で飛んだ、うん、それとも本当に飛んだ。うん、本当にやった話のあれじゃないかなあ,あ、でもそれ調べてみたいね、あ<ー>あのなんか沖縄の人でこういうまあ空に関係ある人たちの話、そうちょうど今、思い出したんだけど、沖縄出身で、あのアメリカでそのエアショーのパイロットで、結構すごい人とかいるみたいな、ねはい、日嘉なんとかさんっていう人。 ちょっとは忘れたけど、うん、まあこれはまたねまた今度の話題ということでい、うん、きましょうかねはいか残り4分か,か4分だべてたらあれだあ世田谷のコーラゼロさんがライト兄弟より早く空を飛んだと言われてる人なんです、ね、へえ<ー>でも記録がなんか残ってないのかなでもそういうのちょっと気になりますね今度調べてみますね、うん、えび、ー、ビアサト、うん、多分なんかもしかしてあさとさんっていう名前なの沖縄の方なのかなそのまま、まあ えっとなんか結構、ツイッターでいろいろとツイキャスでいろいろとイジられてますけど、うんえー、そうですねあさって、子供の国で、えー、僕を見つけてもあの入場料とか上国大会の <laughs> 参加費に関しては書いてるよ、210円出してくれるのって <laughs> あのそれどころじゃないんですあのあの入場料って500円かかるのでだいぶ、ねうん、出費が多いので。 リュアラさんから書いてあギリ,リエンタールを先に手作りグライダーと同じだえィ、ー、ギ、えー、リ,リエンタールを先にマジですげえなすごい、うん、これちょっと調べてみたいやっぱり時間がないはい、はい、時間来ちゃいました、うん、それではえっ、ー、つってもさあのー、なんだろう 子でもの国行ったら何かあげるらしいです。お金ではないんですけどお金じゃなくて ANA さんからのいろんなグッズを聞きましょうね限定かもしれないですでもこれちょっとテーマにというかいろいろ調べてみたいですね沖縄の飛行機に関連する人たちのこといろいろ紹介するという飛びやさとさん セダカのコーラゼロさんからウィキペディアには18世紀の琉球王国で、えー、人力オオニソプターを作って飛行したと伝えられる人物とありますミッチーさんから「飛、え、び、ー、アサトで調べてみるとハイバルのつかざんで飛んだという説と、えー、小座の合わせで飛んだという説が出ていますすごい、ね、合わせ,合わせでも合わせってその頃あのあったのかなあの辺だってあれ埋め立ててる場所でしょ合わせせちょっとすいません <laughs> 若いいいまんん若若若かかからららなや いや琉球王国時代だったらあそこらへん生まれてないいやそれは生まれてねえよ俺もえっとハイバルの使い方はどこなんだろうね調べちょここれ調べよ調べましょうやってましたじでこれちょっと調べてみたな大塚健さん沖縄え子どもの国は沖縄いなくてはならないものですねで子どもの国のすぐ隣には大人の国もありますけどあっ問題発言あったいやなんでもない問題発言だって今のちょっとあるんだ あわ分かってみたいよね、るなのかみんないますよね、うん、そうなの、そうそう、大人の国、冷や言あたりはね、あまり今でも大人の国味わってるのに、さらにいらんよね、分からん、それでは、あのですね、なんだろう。ぜひ、あの顔覚えてよ、ほんとに、締め方が、締め方があれだよ。 裕次郎さんの顔覚えてね、池猫さん。というか、本当に行ってくださいね、誰か。本当にいつもどっか行っても、みんなから声かけてくれないから、いや、そんなこと一言見たことないし、泣いてますから。というか、ほら、西田さんは分かってるよ、大人の国が何のことか。私はごめんなさい、勘違いしてたかもしれない。子供の国がある場所のすぐ近くらへんが大人の国じゃない。 みたいな <laughs> はいごめんなさいはいじゃあお、えー、ろかし,しきましょうかねはいそうしましょうはいあのでは今夜もグダグダな FM キノワン飛行機アイラーナでお聞きいただきありがとうございました、えー、この後と22時からは DJ マシャワードです、えー、引き続き FM キノワンをお聞きくださいこの番組は空撮をもっと身近に、うん、カリュシエア航空ファンが集まるお店那覇市栄町航空バー ノッチフラップの提供でお送りしました。はい、えー、それでは、えー、リスナーさんが、えー、大人の国で盛り上がっているところで、えー、そうですねあのー、締めたいと思います。それではまた来週ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> なんで今エコ入れたの。乗ってくれない。乗ってくれない。誰も乗らない。<laughs> 沖縄大人の国です。<laughs> 子どもの国です。<laughs> は,いはいはいそれではまた来週ありがとうございました。ありがとうございました。